新潟駅南口の旧広場とプラーカ1.23。プラーカ新潟は新潟県新潟市中央区の新潟駅南口周辺に所在する複合施設である。かつては複合型商業施設を主体としていたが、現在は商業フロアとオフィスフロアが混在している。1971年10月、上越新幹線の着工決定を受け、新潟市は 新潟駅南側の都市開発に本格的に着手することになった。当時の新潟駅周辺は都市開発が北側で止まっており、南側は駅裏と呼ばれ、駅のエントランスは設けられていなかった。周辺には住宅と田畑が混在するなど、駅から至近距離にありながら都市開発の遅れが目立っており、新幹線開通に合わせて、 都市軸を南側に向かって発展させることが急務でもあった。その後検討を経て1977年3月、市は駅裏を副都心として整備することを目的に、新潟駅南口地区再開発基本計画を策定。先発事業として、新潟駅舎の真裏に位置する軌動車の基地南側の土地を先行して整備することになった。南口の整備事業では、 指導弁天線を北側へ約60メートル延伸して末端部に駅前広場を設け、駅舎東西に自由通路を仮設して、駅南北間の往来を可能にすることなどが盛り込まれた。一方、駅前という立地を生かして商業地開発を行う目的で、新潟駅南口第一地区第一種市街地、再開発事業が1978年12月に都市計画決定。 その後検討を経て3棟からなる商業ビル群を南口駅前広場の正面に建設し、東側2棟のうち A1 棟の下層部を複合型商業フロア、上層部をホテルフロア、B1 棟の全館を複合型商業フロア、西側 C1 棟の下層部を複合型商業フロア、上層部をオフィスフロアとする計画が立案され、 1980年8月に事業計画が決定。市はこれに合わせ開発事業を行う第3セクターの事業法人、新潟駅南開発株式会社を1983年3月26日に設立した。その後、南口が1982年5月に開設され、新幹線は同年11月15日に開業。これらには間に合わなかったものの、 三棟は計画決定から7年の歳月を経て1985年4月28日に同時オープンを果たし、愛称はプラーカ新潟と命名された。これはギリシャ語で広場を表すプラーカに由来し、この名の通り角塔の中央部分にあるエスカレーターホールにはギリシャ広場、イタリア広場、スペイン広場と命名された噴水のある広場が設けられた。 また三棟は、当初、市が保有した上で駅前広場東側の2棟、プラーカ1、プラーカ2を、新潟駅南開発が、広場西側の、プラーカ3を同士で不動産業を営む、小山産業が、それぞれ運営管理を受託する形が取られた。市や、第三セクターなどが策定した計画には当初、プラーカ3西側にももう1棟ビルを建設し、 声優を誘致することも盛り込まれていた。プラーカや旧広場は駅舎から離れた位置にあり、まは暫定的に駐車場となっていたプラーカはオープン当初こそ順調な滑り出しを見せたものの、周辺の商業地区から若干遠く回遊性が乏しい上、専門店のみでキいテナントが存在せず、無料駐車場を有する郊外店舗の台頭もあり、徐々に業績が悪化。 南口側には長らく機動車の基地が残ったため、駅舎から遠いという周辺施設の構造上の問題も響いた。さらにセゾングループの業績不振から1991年に、声優の出店計画が取り留めとなったことを受けて、第二地区の再開発計画は事実上凍結され、聞いてなんと不在のままでの営業を強いられるなど誤算が続いた。 市は1990年10月、建物の所有権を、駅南開発土地権者に譲として、焼却を図ったが、その後も市内には、小町、西堀十字道角のネクスト2 1内に、ラフォーリ原宿が、進出、万代指定にもビルボードプレイスが、オープンするなど、プラーカと同様の専門店主体の商業施設が、次々とオープンしたことで、プラーカの存在意義は、希薄となり、 来館者数の減少から徐々にテナントも減少した。2002年 FIFA ワールドカップを控え、新潟市道弁天線などの整備により、駅南の開発が急速に進んでいく中、プラーカは取り残される形となった。結局、市などは慢性的な赤字経営から抜け出せないことを理由に、商業フロアの閉鎖を決断。2004年2月28日をもって三棟の、 内駅南開発が保有していたプラーカ1.2の2棟の商業フロアが営業を終了し、2棟とも競売によって売却され、所有権はプラーカ1のホテルフロアが明治安田生命保険に1の商業フロアと2の全棟が小山産業に移り、3棟の商業フロアは同社が一括して管理することになった。なお、 駅南開発は2004年6月30日をもって解散。負債総額は約59億円であった。その後、改修が行われ、プラーカ2は下層部を商業フロア、上層部をオフィスフロアとし、既存のプラーカ3とほぼ同様のフロア構成となった。また、プラーカ1のホテルフロアはオープン以来、 富士田観光による新潟ワシントンホテルが営業を継続してきた。商業フロア閉鎖以降も営業は継続されたものの、2007年3月31日をもって撤退。代わって同年ソラーレホテルズリゾーツが進出し、地産ホテルコンファレンスセンター新潟が8月4日にオープンした。しかし、その後も商業フロアオフィスフロアとも空きテナントが数多く、 2010年1月時点でテナントスペース全体の約3割が空いており、新規顧客の開拓が大きな課題となっている。なお、プラーカの由来でもある各島にあったギリシャ広場、イタリア広場、スペイン広場は破綻後は噴水の出水が停止され、以後内部の回収に伴って順次噴水を撤去し、水を張った池部分は上から蓋をする形で埋められていった。 三つの元広場のうち最も面積の広いプラーカ1の元ギリシャ広場は設備が撤去されて池が埋められたものの地下1階エスカレーターホール周辺の広場としてその後も使用されている。声優の出展断念以降不確定なままだった第二地区の再開発事業が1999年から計画見直しを経て再開し2007年夏から 建設工事が開始された。レックスンと名付けられた、このエリアには高さ115メートル31階建てのタワーマンションを中心に、商業フロアオフィスフロア、立体駐車場などを内包する3棟のビルからなる複合施設が建設され、2010年2月下旬から順次オープンしている。また、これまで駐車場等として暫定供用していた新潟駅南口の旧、 新潟運転所跡地は南口駅前広場の拡張改修用地に充てられ、第一期改修は2009年9月に完工。これによって駅舎とロータリーが近接し利便性が大幅に改善された。さらに駅前広場の改修と同時に新潟駅ビル心ココの新フロアが相次いで竣工。1月には東側連絡通路とバスターミナルに面する心ココ南館が 9月19日には中央広場に面する心中央がそれぞれオープンした。周辺では新潟駅周辺の在来線立体交差化事業とそれに伴う周辺整備事業が進められており、周辺整備は2027年度の竣工を目指している。今後立体交差化事業が完成すれば、もずくち川も含めた駅周辺の環境が大きく変貌することになる。 こうした環境の変化は、プラーカの運営体制にも影響を及ぼす可能性があり、今後の動向が注視される。新潟駅南口のパノラマ写真。旧新潟運転所の跡地に、広場やバスターミナルが整備、移転され、レックス2や駅ビル心の開発が進んだ、プラーカ1とプラーカ2。プラーカ1の屋上には、FM、ケントの送信アンテナが設置されている。 三棟は地下1階で連絡しており、プラーカ2と3の間には、指導弁天線を横断する地下通路が設けられている。また2階部分に仮設されたペデストリアンデッキにより、プラーカ1.2は新潟駅東側連絡通路と、プラーカ3は新潟駅西側連絡通路及びレックスンとそれぞれ連絡している。プラーカ1ホテルテナントは、 資産ホテルの時期プラーカ23階より、上層はオフィスフロアで、原則として関係者以外の立ち入りは禁止されている。欅通り側に設けられた出入り口、欅口にはオフィスフロア専用のエレベーターが設置されている。プラーカ32階より、上層はオフィスフロア。2階はレックスンとペデストリアンデッキで連絡しているが、原則として関係者以外の立ち入りは禁止されている。 ありがとうございます。